今年の会津祭りは新型コロナの5類引き下げなどを受けて4年ぶりにすべての行事が通常開催となりました。メインイベントの会津藩校行列にはドラマで新島八重を演じた綾瀬はるかさんが参加、沿道に集まった多くの人に笑顔で手を振っていました。今年の行列には過去最多の規模となる600人が参加していて、午後3時ごろまで市内を練り歩きます。会津祭りは明日が最終日で、日進館同時行列と鼓笛隊パレードが行われます。